所得税の対象になってくる。まあ、会社にとっても社会保険料の負担が減ります。3万円近く増える結果になるんですね。どうも皆さんおはようございます。人を巻き込む天才石野さんです。よろしくお願いします。今日はですね、社長、つまり会社にとっても従業員にとってもめちゃくちゃお得なお話っていうのをさせていただきたいなというふうに思っております。税金と社会保険料の節約ですね。これ、まあ、従業員さんにとっては所得税が減りますと、で社会保険料の負担も減りますと。で社会保険料っていうのは通常ね、会社と従業員で折半半分ずつ負担するということになりますので、社会保険料、従業員さんの負担が減るということは会社の社会保険料の負担も減るということで、まあ、結構ねこれ取り入れてないということであれば、まあやることによってね、お互いにとってかなりウィンウィンな関係になるような方法なので、ぜひ見ていただければなというふうに思います。もしねこの方法を聞いて、うちこれできるなっていうことがあるのであれば、ぜひねやっていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思っております。このチャンネルではですね、こういった税金に関する話であったり、公認会計士のね勉強法の話、それからビジネスとかね経営に関する話なんかを普段したりしておりますのでですね、少しでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録の方をしていただけると嬉しいです。またですね、コメント欄の方にですね、まあ、こんな動画撮ってほしいとかいうリクエストがありましたら、またね、ご意見なんかございましたら書いていただけると、私すべて目を通しておりますので、まあ、そういったこともね、ぜひね、書いていただけると嬉しいです。では、内容の方に入っていきます。ではね、まず、どういう方法でこの社会保険料や税金を節約していくのかっていうことをお伝えさせていただきます。これね、何を使うかっていうと、社宅制度、借り上げ社宅制度というものを使っていきますっていうお話です。の話はで、社宅を使うと言ってもですね、社宅を建てましょうっていうような、そんな大掛かりな話ではなくてですね、今従業員さんが住んでいるようなアパートとかマンションなんかを社宅にするっていうことですね。例えばなんですけれども、家賃10万円の家に住んでいて、家賃補助4万円を出しているという会社があったとしますよね。これ、社宅にしてですね、従業員の給料から6万円転引するっていうふうにすると、会社の負担同じですよね。要は会社が10万円の家賃を、もう会社が契約して10万円の家賃を払いますと。で、その代わり、まあ、給料から従業員負担分として6万円引きます。そうすると、会社負担分って4万円で、まあ、家賃に対するその家賃補助というのは当然なくなりますので、会社が額面的に負担している金額って一緒ですよね。でもそうすると何が変わってくるかっていうと、家賃補助を給料にプラスで出すとですね、家賃補助の4万円っていうのは所得税の対象になってくるんですね。つまりこの4万円には税金だったり社会保険料っていうのがかかってきます。なのでこの税金を引かれた後で残ったお金で家賃を払うということになるんですね。で、例えば所得税と社会保険料合わせて 30% を引かれてますっていう従業員さんがいたとします。そうするとですね、例えばですね、月給が20万円、家賃補助が4万円、合計24万円が、まあ、収入として入ってくるような方だった場合、30% の負担だとですね、7万2000円引かれて、手取りが16万8000円になるんですね。で、この16万8000円から家賃10万円を払って、家賃払った後の手残りというのは6万8000円ということになりますよね。ではですね、会社が家賃を払って、給与から6万円転引する場合、この場合はどうなるかっていうと、会社の負担は、まあ、4万円で先ほども言った通り同じなんですね。なんですけれども、所得税の課税対象になるのは、まあ、家賃補助の4万円がなくなるので20万円になりますと。なので、まあ、社会保険と税金の負担で 30%、 同じ 30% だと仮定すると20万円の 30% で6万円ですよね。なので、まあ、税金等を引かれた後で手取り14万円になりますと。税金と社会保険料で 30% とすると20万円の 30% で6万円引かれますと。さらに従業員負担分の家賃で6万円引かれますよね。そうすると20万円から6万円と6万円、12万円引かれて8万円が手取りになりますね。なんですけれども、そこから家賃を払うということはなくなりますので、もともと家賃払った後6万8000円しか残っていなかったものが8万円手元に残るようになるので、まあ1万2000円手取りが増えますということになりますよね。社会保険料っていうのは会社と従業員で半分ずつ基本的に負担するということになっておりますので、まあ、会社にとっても社会保険料の負担が減りますっていうことになります。まあこれだけでもお互いにとってウィンウィンですねということが言えると思います。まあこれね、1人当たりの月々の金額でいったら大した金額にはならないと思うんですけれども、まあ、年間にしたらね、さっきの例でも1万2000の12ヶ月で14万4000円とかになりますし、まあ、年間にしたら結構大きくなるし、人数がたくさんいたら結構バカになる
ない金額になるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ今のはね、もともと家賃補助で手当を出していたケースなんですけれども、そうじゃない場合、新規で借り上げ社宅制度を導入するとどうなるかっていうのもちょっと考察していきたいなというふうに思います。細かい数字については、こちらの表を参照していただきたいんですけれども、もともと月給35万円で家賃15万円の、家に住んでましたという前提です。で、この数字、まああくまで概算ですので、まあこんなもんなんだなというふうに見ていただければと思うんですけれども、まあ、家賃支払い後の手取り額っていうのが12万4千円ちょっと手元に残りますと。まあ遊びとかに使えるお金っていうのはこの12万4千円でやりくりしなきゃいけないっていう状態だったとしますね。で、この状態でですね、この、マンションとかアパートを借り上げ社宅っていうものにして12万円会社で負担してあげます。ただしその分ですね、基本給を12万円マイナスしますと。本人負担3万円の場合どうなるかっていうのを見ていくと、最終の手取りがですね15万2千円と3万円近く増える結果になるんですね。まあこの借り上げ社宅にしてね、会社が12万負担するって言ってもですね、基本給12万引いてるので、会社としての給料と家賃を合わせた負担額っていうのは変わらないっていうことですね。35万円で一緒ですということなんですけれども、従業員の手取りがですね3万近くも増えてるんですね。これ年間にするとですね33万円も増える。またですね、これ社会保険の負担も当然減ることになりますので、会社の社会保険料の負担も減ると。で、その金額が年間で21万円も減りますということなので、まあ、これをやるとですねかなり大きな効果が見込めるんじゃないかなというふうに思います。まあ、実際問題としてですね、これをやろうとすると、まあ仕事内容全く同じなのに、基本給家賃分12万円分下げるっていうことになりますのでですね、その基本給12万円下げるというのが果たしてありなのかどうなのかっていうのは、ちょっとね、まあ検討の必要、まあ別途検討をしていただく必要はあるのかなというふうには思うんですけれども、まあね、理屈としてはこういうことですっていうお話です。まあ実際にね、やろうというふうに考える場合にはですね、ぜひね、顧問税理士の方と相談の上やっていただくといいんじゃないかなと思うんですけれども、理論上はまあこういうことが可能っていうことですね、まあ検討の余地はあるんじゃないかなと。まあこれがね、10人いたら200万とか会社の、負担が減ることになりますので、まあ、かなり大きい施策になってくるのではないかなと思っております。ということでですね、今日はですね、まあ、普段私は節税はあまりお勧めしないんですけれども、珍しく節税について、節社会保険料についてお話しさせていただきました。まあ、このチャンネルではですね、こういった税金の話なんかもしたりしておりますし、あとはね、公認会計士の受験生なんかも多く見ていただいているので、会計の話やね、勉強法の話なんかもしたりしております。またビジネスの話や経営に役立つ話なんかを普段しておりますので、ぜひね、ちょっとでもね、参考になった、ためになった、面白かったということがあればですね、チャンネル登録をしてフォローしていただけると嬉しいです。で、このチャンネルではですね、こういった話の他にですね、こんな本を作ってお金の教育というのをやったりしております。この本に書かれている内容はですね、マネーセミナーっていう動画シリーズで詳しく解説しておりますので、ぜひね、このチャンネルの再生リストというところにマネーセミナーっていう動画シリーズありますので、詳細についてはそちらの、動画シリーズの方からまとめて見ていただくといいのかなというふうに思います。ということでね、本日の内容は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます、この動画が少しでもいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。